はい、皆さんこんにちは、アキでございます。ハチハチサークやっていきましょう。もうね、川もネギショってやっていきましょうよ。もうね、もうほっとくとね、ああなっちゃうんでね。さあ、もう一回レベル上がってください。でも防御が増えないで、何増えるのっていうところだね。攻撃が上がるのかっていうぐらいのもんだな。ちょっと望み薄くなってきましたね。やっぱり255っていう数字を見ちゃうと。あとどれぐらいですか。もう5万超えてますか。もうマックスいっちゃった。カンストしちゃった。ということはこの状態で解かないといけないんだわ。あっちゃー。はい、倒すと無駄なんだね。うわっちゃー、これどうしよう。あの犬とかどうすんの。いけんのかな。いける気がしないんだけどね。スピード落ちてる？よくわかんないな。落ちてる気がしないね。そっか、防御力マックスの状態でもあんなに食らうのか、雑魚にダメージ。もうこれ経験値稼いでも無駄っていうことが分かったので、もう倒さなくていいんだよね。倒すだけ無駄なので。さあ、あの犬だね。犬どうしようか。この犬が、とんでもないんだこれ。で抜けて、でこっち、こっちだ。うわあ、痛い。ああ、中敵いるじゃない。中に敵いるわ。お、ちょっと待って。私来たと思ったんだけど。うわー、敵いるし。ちょっと待ってね、ここで一発外しましょう。よいしょ。ゲミルポーション使っちゃいましょう。多分ね、私の勘だとね、これ動くんだよね、この時ね。また着ないといけないの。なんかでもね、前のパートで読んだ時にあったのが、スーパーファミコンも打ち切りになったんだね。あ、上上がっちゃった。あれ、階段の先が塞がっている。これでは3階に行くことができない。なんかめんどくさいこと言い出してない。うわっちゃー。どこだ。ここか。こういう感じなのか。ダメだ、危ない。それじゃない。これ勝てる本当に。で脱いで、ではめるとこ見ないとね、ちゃんとね。ボッコボコになっちゃうからね。じゃあここ入ってみましょうか。できるのかな。うわー、なんかボスっぽい雰囲気があるんだけどね。めちゃくちゃボスっぽい雰囲気を感じます。あ、違う、なんかあるね。あ、人が倒れてる。男の人が倒れている。ん？気絶しているみたいだ。どうしたんですか？しっかりしてください。ん？あ、気がついた。私はどうしてしまったんだ？お、君は誰だい？僕はアチ、レイチルさんのお父さんですね。と。あ、そうだ。どうして娘の名を？と。あ、だから彼はやっぱりあれ持ってたんだね。マント持ってたんだね。だから私のお父さんがマント持ってないんだね。心配だから見に行ってくれるように頼まれたのです。さあ行きましょう。なんか変な音したね。
何なんだ今の音は、あのマグマの流れていた部屋からしたようだと、一体何の音だろうと、ああもうなんかフラグビンビンだね。でもここまだ上行けるんですよね。あ、宝箱か。ん、何かあるぞと。ああケミルポーションね。ああって言っちゃった。はい、またライトニングボルト。あ、使っちゃうかも、置いてるだけ無駄だから。これもなんか宝箱なんか何回か見たらなんかあるっていうのがありそうな気もせんでもないんだけど。さあ、あ、一応私マスクはめてんのか。ちょっとヒットポイントが心もとないけども。そういえばあのニルの箱はどうなんだろうね一体。あ、こっちまだ行ってないのか。なんかある、なんなんだろうこれ、なんかの歯車っていう感じだけどね。セーブしておいた方がいいのかな。でこっちの上まだ行ってないんですけど、お、うわ1個体、キャラの宝箱がある。デススペルね。でこれは開きっぱなしの箱ね。10回やってみよう。大丈夫かい。もうね、もう何度もこれでね嫌な思いしたんでね。さあ、じゃあ一度セーブしときましょうか。ボスかなと思うんですけどね。おう、ということは対価マンドで何とかなるのかな。あれ、橋桁がない、どうしたんだ。お、あ、別に何もなんないのか。あ、なんかアクセスが長い気がする。違った、気のせい。はい、なんだって橋桁がなくなっているって。橋桁を上げている装置が壊れたんだ。どうしたらいいんですか。橋桁、あれ橋だったのか。ああ、あれ何、装置ってこれのことじゃないの。お、なんないね。お、まさか積んだとか。え、なんかないかい。橋桁のうんたらこんたら、おお、まさかここで、ああテレポートの魔法使えないんだよねここね。テレポート使えないんだよね。ね、あれどうしたんだろうと。ねえ、もう何も言ってくれなくなりましたね。あれ橋だったんだね。なんか一瞬止まったね。ということはこれあれなのかな、なんかあるんだね。これね、もう一回入りますね。でこれ一回とこれ止まるでしょ、一瞬止まったでしょ。これ何か判定してるんですね。あー、何かがの条件が足んない。一応あ、ここで条件チェックしてんだね。あー、私の何かが足んないんだろうね。あ、今日アチコン、すまないが右の奥の部屋へ私を連れてってくれないか、足を痛めてるんだ。おん、いいですよ、こっち行ったりしてね。はいはい、あー、ここで下ろしてくれと。はいはいと。ここにある装置を使えば手動で橋桁を上げられると。本当ですかと。
ただしこのロープを引いている間だけだと。引いている間だけ、そうだ、話してしまえばまた元に戻ってしまう。それじゃあ、そうだ、誰かが残ってこのロープを引いていなくてはいけないと。何かいい方法はと。早く行けと。えっと、私がここに残る今のこの体ではもしうまくまごましと抜けられても足手まといになるだけだ。ノーにしましょうか。そんなことはできませんと。頼むと。私がここに残る今この体、あ、またこうループするんだね。そんなことはできませんと。そんなことはできません。はい、わかりました。わかりましたと。お、そうだ、チェ君、これ持って行ってくれと。奇跡の薬を受け取りました。これね、字が潰れてるんでしょうかね。奇跡の技とも読めるんですよね。ゴー、技じゃないか、ゴーか、業務の業って読めちゃうんですよね。これを娘レイチェルに渡してくれ。息子にはもう時間がないんだと。あ、はいと。あ、早く行けと。わかりました、じゃあ行きましょう。でもね、その前にライフマンドで回復だけさせてください。早く行けって。何してんだよっていうような感じでしょうね。だからまあ、あの人が引っ張ってくれてるんですね。なんかね、まあツッコミどころ満載なんですけどね。ロープを引っ張り続けるぐらいなんだったらばとね、ちょっと思っちゃったりもするんですけども。さあ、多分ね、さっきあの私が何かチェックしてるんでしょうねっていう、あそこを読まない限り、あの作業がないと、お父さん、フラグ立たないんだね、きっと。さあ、じゃあ行きましょう。親父、ダメじゃねえか。橋渡れてないよ。まさかプリブリッジしようと。あ、橋桁ってこういうことなのか。は、レイチェルのお父さんと。この薬をレイチェルにと。急がなくては。ああ、お父さんは亡くなっちゃったと、力尽きちゃったというような演出なんでしょうね。ちょっと待ってよ、おい、ちょっと待ってよ、ひでえな。で、これまたつけられて食らうからね、急いでつけないと。ほらほらほら、おい、ひでえな。ちょっと待って、こっちでいっぺん回復します。おお、はい、ここで回復しましょう。いやー、ひでえな。さあ、どうしよう、これ勝てるのかな。うわー、大変だこれ。もうちなみに勝ったところで経験値入んないからね。おお、死ぬ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 。これ本当、これとこの雑魚の強さでやっていかないといけないの？死にかけてるし。ちょ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 。あ、ちゃんと引かれた分回復しないんだ。あ、ちょっと逃げよう。いや、参ったな。これめちゃくちゃ参ったわ。そう思ったらいい時間になってきちゃったね。いやー、いや、わいった。ああ、わいったなこれ。勝ってる自信がない。ここで乾燥、こんな状態で乾燥されちゃうと。さあ、ここで必要なのは耐火マントですね。
あ、お時間が良くなっちゃいましたね。じゃあこの辺で終わっておきましょう。ハチャチサック終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。